皆さんこんにちは、マセマの馬場圭一です。いよいよ今年も新学期が始まりましたね。でも高校生や大学生で数学が伸び悩んでいる方、あるいは数学で困っている方いませんか？解決策は簡単です。使っている参考書、専門書をマセマの参考書、問題集、演習書に切り替えることです。世の中にはまだまだ分厚くて分かりづらい、いわゆる網羅系と称する参考書や専門書が販売されていますが、本格的な数学力を短期間に伸ばすには全く向いていません。特に限られた時間しか使えない大学受験生や院試受験生にとっては百害あって一利なしです。その理由は簡単です。一般に網羅系と呼ばれる参考書では扱われている問題量が多すぎて、一回解くだけでも膨大な時間がかかり、それを我慢して解き終える頃には前半で解いた問題の解法を忘れてしまっているため、また同じことを延々と繰り返すことになるからです。ですから問題量は必要かつ十分な量、それが理想なのです。マセマは完全数楽主義ですね。数学を楽しいと書いて、マセマは完全数学主義です。また、完全良問主義でもあります。いい問題ばかりということ、定評ある、分かりやすい解説だけでなく、学習者にとって、必要不可欠な、えりすぐりの、良問だけを必要かつ十分な量、これは網羅系のものに比べたらずっと少ない量です。その必要かつ十分な量の良問だけを掲載していますので、時間の限られた受験生の皆さんの時間を、浪費させることはありません。マセマの、参考書問題集の、利用法は、次の4つです。括弧1、まず流し読み、これで内容の全貌をつかむことです。時間的には 2,3 日からね、 1,2 週間あれば十分だと思います。まず全貌をね、流し読みによって、掴んでみると、これでこれからどんなことを勉強するかということが分かるわけですね。だけれども、数学とあるいはね、まあ、物理学もそうですけれども、アバウトな発想は通用しません。例えば8割の理解で問題を解いたとして、2割も、ミスがあったとすると回答にたどり着けることができないからですね。ですから数学や物理には、アバウトな発想は、通用しません。したがって、まず1で流し読みが終わったならば、その次は2のステップとしてね、ステップ2として、次は、細かいところまで気をつけて、本当に丁寧に書いてますから、次に精読して、内容を本当に理解することです。ではね、本当に理解できたかどうか、それを確認するために、次のステップ3になります。与えられた問題を、自力で解いて、要するに良問ばかりがね、必要不可欠な量の良問ばかりが与えられていますの、掲載されていますので、その与えられた問題を、自力で解くことです。もちろん最初の時点ではね、自力で解くのが難しいという方はもちろん、回答解説を読んで、しっかり細かいところまできっちり理解すると、で自信がついたならば、その回答解説を見ずに、自分で、実際に解いてみると。で、x イコール1とか、ね、サインシータイコール、2分の1とか、ね、何かそういう最終的な結果がきちんと出せると。その結果が出せるということが、要するに理解しているということを、の確認になるわけです。大丈夫かな？だから自力で、その次は解くということ。だけど、それで自力で解くことによって、まず間違いなくそれで、その章あるいはその説のね、内容を理解したということは言えるわけですけれども、人間というのは忘れやすい生き物でしょ。だから、せっかく今は理解できてても、一月後二月後の、中間期末とかあるいは前期後期の、定期試験の時に、それをしっかり頭の中に定着しているかどうかは分かりません。あるいは1年後の、ね、あるいは半年後の、大学受験とか、ね、あるいは院試の時に、それが頭に定着しているかは分かりません。だからその後に大事なのが、繰り返しといて、ステップ4ですけど、問題を繰り返しといて、解放パターンを頭に定着させること。この4つです、ね。まず流し読みが1、ステップ1がまず流し読み、ステップ2が精読して本当に理解する、ステップ3で、自力で問題を解く、
ステップ4で繰り返し繰り返ししといて、解放パターンを頭に定着させる。どう？とてもシンプルでしょ？最近ではね、よく生徒が自主的に考える力を、身につけさせるということが言われていますが、数百年または千年以上の歴史のある数学においては、これは当てはまらないことが多いのです。実際に僕自身、数学がね得意な中学生高校生だったので、数学は試験中に自分の頭で考えて解くと決めていました。そして、高2の終わりまではこれでうまくいきました。しかし高3に入って、僕の通っている高校ではね、要するに、実力テストっていうのがあって、それが大体東大の受験問題みたいなのを意識して、数学の先生たちが結構ねレベルの高い問題を出してたわけですね。したがって高3に入ってから受けた、実力試験では、全く解けなくて、自信をなくしたことがありました。これは僕だけじゃなくて、大体平均点が10何点なんていうね、そういう100点満点のうちの10何点なんていう平均が、そういう難しい試験だったわけですね。でそれで、つまりね、受験問題と言われるようなその高難度の問題になってくると、ある程度の解放のパターンというのをね、あらかじめ頭に持ってないと試験中考えるだけではなかなか解けないということ、それが分かったわけです。文字通り痛いほど分かりました。その時ね、僕の役に立った、ものがありました。それは王社の受験雑誌の付録でした。当時はね、王社や G 社から、受験雑誌というものが出されていて、その受験雑誌の中のその付録の一つでね、100題だけの受験問題と、解説が、表裏表裏一体形式になっている、シンプルな、そういう付録がついていました。それではね、典型的な標準入試問題を扱っており、それを解きこなすために必要な、解放のパターンが簡潔に、書かれていたのです。受験問題クラスになると、高校の数学で、ね、教科書で習ったような内容が、ね、複数その、積み重なって、要するに受験問題というのができているものだから、そういういろんなものを、ね、組み合わせて解いていく、その解放のパターンというのをあらかじめ頭に入れておく必要があったわけです、ね。その必要な解放のパターンというのがね、典型的な受験問題に対するその必要な解放のパターンというのが、簡潔に、その付録には書かれていたのです。それは T 先生、個人のもう先生ですけどね、の作のものでした。この T 先生というのはその当時有名で、王社のラジオ講座というのがあって、ラジオ講座でその T 先生のね講義なんかっていうのを聞いてる僕の友人たちも多かったです。その T 先生作の、100題だけのね、その付録でしたけれども、それが本当に面白かったんです。僕はその付録の勉強が面白くて飛びつきました。最初の3回はね、実際に紙に、解いて、要するに練習したわけですね。しかしその後はもう表の問題文だけを見て、裏の回答を見ずに自分の頭の中だけで、どのように解くかを考えることにしました。これだとね、通学中のバスの中やね電車の中で、表の問題文だけ、読むと、であとは頭の中でうーんうんとね、つり革につかまりながら考えると、そういうことです。あるいは、授業の間のね5分や10分の時間でもね、問題文だけを読んで、で回答がどうなるかっていうのを、瞬間的に、どこまでやれるかっていうのを、練習すると、このような勉強法を今では僕は、脳内シミュレーションと呼んでいますね。シミュレートするというのは、要するに頭の中で、実際に考えてみるということ、ね。紙と鉛筆は使わないでね、脳内だけでやっちゃうと、要するに、将棋やチェスの選手が頭の中で駒を動かす、ね、あれのことです。したがってこのような、ね、やり方が非常に面白いので、この付録を、ね、最初の3回だけは、紙と鉛筆で解いたんですけどね、36回以上まで完了したと思います。以上、脳内シミュレーションで解いたのを覚えています。その結果、成績は急上昇して、平均点がね、10点程度の試験でも僕はだいたい7、8割以上、いい時には90代とかっていう得点も取れるようになって、偏差値ももう70代後半以上っていうか、まあ80代とか、普通に取れるようになってました、ね。だからそういうふうな勉強のやり方をすることによって、非常にね、成績がまた急上昇したということです。わずか100台で良かったんです、ね。で、この付録ですけれども、これには後日談があって、実は王社の編集長の方とね、
話して、御社からも僕は参考書を一度書いたことがあるんですけど、その編集長の方が、大学を卒業して、初めて、T 先生と一緒に作ったのが、その付録だったみたいです。だから、その御社のねから本を出した時に、その、編集長の K さんと一緒にお酒を飲みながらその話をしたら、僕が最初にやったね、その仕事の付録が馬場先生を育てたんですかって言ってね、感無量ですというふうにおっしゃってました。そういうね、非常に楽しい後日談のある、そういう付録でした。でもその付録によって僕自身は、すごくね、数学の実力をまた、蘇らせることができたというかね、要するに発揮できるようになったと、そういうことなわけです。